パリオリンピック2024バドミントン女子ダブルス予選リーググループ A 第2戦大会3日目イコール日本時間28日ポルトドラシャペルアリーナラゾー予選リーググループ A に出場中の長松ペアバドミントン女子ダブルスの予選リーググループ A 長原は金選手と松本真由選手の長松ペア世界ランク6位が2戦目に敗れました2戦目の対戦相手は マレーシア代表のパーリータン選手とムラリタランティナ選手のペア、世界ランク13位です。長松ペアはマレーシアペアにリードを許しますが中盤に怒涛の7連続ポイントで逆転。勢いそのままに21対18で第1ゲームを手にします。しかし第2ゲームは主導権をマレーシアペアに握られ、15対21で落とします。 第3ゲームでもマレーシアペアの勢いとどまらず終始リードを許し、16対21で決着。ゲームカウント1対2で敗れました。これで長松ペアは予選リーグ、1勝1敗。予選リーグを突破するには、グループ内4チームの中の上位2チームに入る必要があります。3戦目の対戦相手は中国で、世界ランク1位の陳世信、海智本ペア。 予選リーグ突破へ正念場の試合となります。